よし、じゃあ行くぞカラマツ。裏と表、どっち？ふん、見えたぜブラザー。幸運の女神の微笑みが表だ。残念、裏でした。なっ、バカな。あんじゃ、引き続き俺が休憩ね。品出しと検品とおでんとかその他もろもろよろしく。結局なんやかんやで働くことにした俺とカラマツは今コンビニの夜勤バイトをしている。まあもちろん真面目にやるのは面倒くさいわけで、数時間ごとにコイントスで勝った方が休憩、負けた方が仕事をすることになったんだ。いやー、漫画雑誌を発売してすぐ読めるのは最高だね。次はパチンコ雑誌読もうっと。あ、お疲れカラマツ。次のコイントスの時間だ、やるぞブラザー。一昨日からずっと俺が全勝してるんだけどね。ふん、所詮確率は1/2、もう負けはありえない。どうかな、ありえちゃうかもね。俺が両方表と両方裏のコインを使ってるんだし、カラマツが勝てるわけないんだよね。んじゃ、表と裏どっち？今度こそ表だ。はいはいっと。なっ、裏、バカな。見たか、これが長男の力で、しまっ。ああ、やめろ拾うな。おかしいとは思っていたが、なんだろうね、お兄ちゃん、わかんないな。許さんぞ。いって、殴ることねえだろ。んどりゃー、おそばつー。二人揃って首か。ああ、実際は怒られる前にバックレてきたんだが。まあそのうちもっといい仕事が見つかるって。お前そんなんじゃいつまで経ってもいいんだよ、もっとじゃんじゃんいろんなことやってみようぜ。何度失敗したって俺たちには帰る場所があるんだから。ブラザー、さ帰ろうぜ、俺たちの我が家に。ああ、ブラザーが待つ場所へ。